サウンド360チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。音響効果のプロが世代別におすすめの曲を紹介するコーナー、音かじり。今回はもう12月ということで、今年の紅白歌合戦に初出場することが発表され話題になったアーティスト、まふまふさんをご紹介します。まふまふさんは2010年からインターネットを中心に活躍してきた歌い手です。中性的でハイトーンな歌声、繊細かつ難解な歌詞、独特な世界観の楽曲は多くの人から人気を集めています。 YouTube でのチャンネル登録者数は324万人を超え、アリーナやドームライブを成功させるなど歌い手シーンを牽引している一人です。一方で自ら作詞作曲したオリジナル曲も人気を集め、ドラマやアニメの主題歌、CM、ゲーム、他のアーティストへの楽曲提供を行うなど、歌い手の枠に収まらない幅広い活動をされています。そんなマルチなアーティスト、まふまふさんの曲の中からご紹介するのはこちら、輪廻転生です。この曲は2017年に公開された楽曲です。超高速のエレクトロロックで、イントロから疾走感あふれるサウンドとなっています。サビではまふまふさんの最大の特徴でもあるハイトーンボイスを堪能できる楽曲となっていて、全てをなぎ倒して吐き捨てるような歌い方が耳に突き刺さります。次に歌詞なんですが、曲名にもなっている輪廻転生とは、死亡しあの世へ行った魂が新しい命を持って繰り返しこの世に生まれ変わることを言います。この曲では人生に絶望した主人公が世の中の不満や矛盾を吐き出し、輪廻転生して生まれ変われと強く訴えかける暗くダーティーな世界観の歌詞になっています。しかし一方でこの曲は別の見方もできるのではないかと思いました。あるインタビューでまふまふさんはこの曲について、ただの一人間だった僕がまふまふという名前を持って生まれ変わったことも輪廻転生であるとおっしゃっています。つまりこの曲はまふまふさん自身のことを歌っている曲でもあるのではないかと思います。1番のサビの歌詞、この世に手早くお別れして電波に乗って夢の夢、僕は生まれ変われる輪廻転生、これはあくまで自分の解釈ですが、まふまふさんも過去に周りに劣等感を抱いたり嫉妬したり、今の人生に満足できていなかったのではないでしょうか。別の楽曲で女の子になりたいという曲があるのですが、その歌詞から自身の高い声質にも悩んだ時期があったのかもしれません。しかし電波に乗って夢の夢、電波つまりインターネットの世界でまふまふという新たな人格で歌を歌うことで、自分の曲を聴いて認めてくれるリスナーに出会えて、自分の生きる居場所を見つけることができました。死んで生まれ変わるのではなく、自分が本当に輝ける場所で新たなスタートを切る、それも一つの輪廻転生なのではないかと思います。そういうふうに考えると、この曲の聞こえ方も大きく変わってくるのではないでしょうか。どうせ絶望している人生なんだったら我慢するのはやめよう、誰だって自分のように生まれ変わることができるというまふまふさん自身の強い前向きなメッセージとも感じ取れる楽曲です。いかがだったでしょうか。今回ご紹介した輪廻転生は概要欄の方にリンクを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。まふまふさんをはじめ、ここ数年で米津玄師さんや YOASOBI の楽曲を手掛ける Ayase さん、Ado さんなど多くのボカロ出身の方がインターネットを飛び出して様々な音楽シーンで活躍されています。ボカロなどの世界にあまり詳しくない人も多い中で、どうしてもボカロイコールアマチュアで、いくらいい曲やいい歌声でも所詮素人という印象を持っている人も少なからずいると思います。そういった偏見をぶち壊して活躍されている皆さんはとてもかっこよく、ファンとしても非常に嬉しく感じます。これからもインターネットという広い世界から素晴らしいアーティストたちが生まれてくることを楽しみにしたいですね。それでは次回の音かじりでお会いしましょう。